さてこのコーナーはゲストにリビングカルチャーセンターの講師をお招きして講座の紹介をしていただくものです。今日はお電話をつないでお話をさせていただきます。では今日のリビカル玉手箱、バイアンの生誕地藤枝を味わい尽くすツアー、藤枝のバイアン研究会メンバーでいらっしゃいます小野博正先生とお電話をつないでお話です。早速呼んでみましょう。小野さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、バイアンの生誕地ということで、まあ、ツアーの名前がついているんですけれども、はい、藤枝バイアンという文字をなんだか最近よく目にしたことがあるんですが、これは一体どんな方なんですか？はい、藤枝バイアンですね、小説の主人公です、うん、池田美翔太郎先生の作品で藤枝バイアン仕掛け人藤枝バイアンという作品があります。はい、はい、ですね、この作品、仕掛け人、要は殺し屋のバイアンさんの物語なんですけども、うんうん、はい、実は出生の地を藤枝出身っていう設定で書かれてます。おお、それで藤枝バイアンというんですね、はい、お名前が、うん、はい、そうです。で、小野さんは藤枝に今いらっしゃるんですか？はい、今私は藤枝駅前で、居酒屋やっております、飲み屋コアッパというお店で、はい、もちろんバイアン登場する料理をですね再現してみたりと、はい、何屋さんって言われるとあれですね、居酒屋ですね、はい、そうなんですか、はい、そのバイアンに関わるまつわるお料理を展開してみたりということなんですね。はい、で小野さんはもともと池波正太郎さんの時代小説なんかはよく読まれたりしていたんですか？はい、読むきっかけがですね、はい、私20代前半から東京の居酒屋で修行をしてたんですけど、その時最初の面接の時に社長がですね、その時の社長さんがですね、はい、どこ出身だと、うん、聞かれまして、はい、静岡の藤枝ですと私答えまして、うん、はい、そうすると大抵の人は藤枝といえばサッカーって答えるじゃないですかね、うん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 、社長が藤枝といえばバイアンかと言ったんですね、はい、で当時の私はその小説とか本一切読まない人間だったので、うんうんうん、そうですなんてね、分かりきったように言いながら、こっそりと検索かけてですね、はい、藤枝バイアン小説の主人公なんだと、はい、からですね、そのじゃあそんなに有名なバイアン知らないわけにはいかないと、藤枝出身としてと思いまして、うんうんうん、その藤枝バイアンを読んだところですね、うん、非常に面白くて、はい、はい、ここから好きになって今に至ります。そうなんですか。いろいろな、ね、小説を、時代小説を書かれている池波正太郎さんですけれども、例えば鬼平犯科帳とかもそうなんですよね、はい、あとは真田太平記なんかも書かれている方ですが、もう仕掛け人藤枝バイアンから、まあ、地元ゆかりということでハマってしまったという小野さんなんですね。はい、そうです。はい、実は私も知らなかったんですが、最近になってよく藤枝バイアンというのを目にするなと思ったら、なんと映画が公開されていたんですね。はい、そうですね、豊川悦司さん主演で、第1回第2回と2作連続で公開されまして、はあ、そうだったんですが、これはじゃあご覧になったんですか？はい、特にですね、最初の疲労試写会ですかね、うんうん、映画の監督と、あと主演の豊川悦司さんが、藤枝のビビの映画館に、はい、来てくれまして、それをちょっと本当にありがたいことに、生で見させていただきまして。ああ、そうだったんですね。はい、他にも出演者の方すごく豪華ですよね。そうですね、今もう映画では見れないですけども、うん、ぜひ皆さんに見てほしいなと思いますね。はい、私も遅ればせながらまたぜひ見てみたいなと思いました。はい、
はい、ありがとうございます。まあ、そうした小説の中に出てくる藤枝梅庵、そのゆかりの地を今回歩くツアーということなんですが、その街歩きは一体どんなところを歩くんですか？はい、ゆかりの地って何ってことなんですけども、実際の藤枝の地名が藤枝梅庵の作中に登場します。はい、はい、藤枝梅庵さん、あの藤枝のですね、神明神社の、近くの桶屋さんの出身だって書かれてるんです。実際に神明神社に行ってみたりとか、はい、あとはあの勝草橋、旧東海道を歩いてくるのが藤枝の橋ですね、勝草橋、まあ、そこで戦闘のシーンがあったりとかですね、はい、あの読んでいくと、あ、本当地元で戦ってるなと、っていうのがすごくあの情景としてあの浮かんできますよね。なので実際にそういう地を、歩くことで、その物語よりそのなんでしょう、ね、鮮明にイメージを湧かすというか、そういったツアーとなっております。うわー、それは面白そうです。そして小説の中に登場するお料理も食べてみようということで、小野さんのお店に行くわけですね。はい、そうです、はい、あのツアーの最後にですね、当店に来ていただきまして、はい、で料理をお出しするんですけども、はい、あのやっぱり池波作品の魅力の一つにですね、はい、あの料理がありまして、はい、読んでいくとあの料理の描写が非常に美味しそうに感じるんですね。なのでそういったので、あの作品に出てくる料理、まあ、文字を読んで、はい、頭で想像して、はい、当時のバイアンさんこんな感じで作ったんじゃないかなとか、うん、あとは当時バイアンさんこういう食材が手に入っただろうと、時代背景があって、そういうのを考えながら、思いを巡ってこの作る料理ですね、そういったものを、最後お出しして、皆さんと、まあ、江戸時代タイムスリップしたようなそんなツアーですね、なってもらえたらなと思っております。わー、江戸時代にタイムスリップしたようなというのも魅力ですね。ありがとうございます。はい、で実際こんな感じなのかなと、その小説を読みながら小野さん自身がいろいろと考察して想像して料理メニュー、お料理を食材も選んで作り出していくんですね。そうですね、本当バイヤーさんは昔江戸時代 の、 あの庶民の味じゃないですけど、非常にシンプルに料理を食べるんですね。お、はい、例えばですけど、ナスの塩もみとか。おお、はい、要はナスを塩で揉んだだけですよね。だけどもその描写とかですね、非常になんかその時期ともあって美味しそうに感じたりとか、あとはそのご飯と、漬物だけ、あと味噌汁、はい、これだけ食べてる描写でも非常に美味しそうに感じると、本当にそういった素材を味を大事にする人がなんじゃないかなと思ってるので、なんだろう、そうですね、極力手をかけずに美味しいものを提供できたらなと今回も考えております。はい、今回ちなみに小野さんが考えてくださったメニューは何でしょうか？皆さんで何を食べるんですか？はい、まあ、逆にそのシンプルなものが多いので、今回その、最後たくさん歩いて、疲れた中で、ごちそうという形でね、楽しんでもらいたいと思ったので、作中にも出てくるシャモ鍋、はいはい、こちらを、今回考えておりまして、はい、それこそシャモ鍋、シャモ、藤枝でですね、シャモを育ててる方がいらっしゃいます。なのでやっぱりこう江戸時代、時代背景考えても地元の食、生産者さんの食材を使って、料理をしていたと思うので、そういった思いで藤枝の食材、近隣の食材に、絞って、この中で季節で出てくる料理、食材から
メニューを考えたいと思っております。うわ、楽しみですね。ぜひね、歩きやすい格好で参加していただければと思います。街歩きを楽しみながら美味しい食も味わっていただきます。バイアンの生誕地藤枝を味わい尽くすツアーについて小野博正さんにお話を伺いました。では小野さん、最後にラジオを聴きの皆様に一言メッセージをお願いします。はい、まだまだ参加は受け付けております。リビングカルチャー、バイアンで検索していただければですね、そのページに行けると思いますので、ぜひこのラジオを聞いた皆様、参加をお待ちしております。またバイアンを読んだことないよ、見たことないよ、なんて人もですね、ぜひぜひ、本当に面白い作品ですので、これをきっかけに読んでいただけたらなと思います。はい、はい、私もよく知ってみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さて、講座受講希望の方、お問い合わせ、お申し込みは青井区天満町 16-8 天満町通りリビングカルチャーセンターまでお願いします。電話 205-4111 205-4111 です。お気軽にお問い合わせください。リビカル玉手箱、このコーナーはリビングカルチャーセンターの提供で。